ああ、すごい、いいですね。孤独のグルメの原作の久住正幸です。今日はソウルに来てます。ナンデムンロっていうところですね。日本よりは暑くないですね。ここに来るのは8年ぶりぐらいになります。とても今日は楽しみにしてます。じゃあ行ってみようかな。フグですね。あれはチョルチョルって書いてありますね。カタカナがあるんでちょっと分かりますけど、チョルチョル、ゆでフグ、フグ白焼き、フグプルコギ。おー、いいですね。こんにちは。こんにちは。でもフグの白子ですよね、あれは。あ、でも白焼きもあるんですね。白焼きが有名なんですか。わ、すごい。あ、これですね。わあ、わあ、すごい。面白い。これ面白いですね。これがちょっと嬉しいですね。これは、おお、美味しい。あ、美味しい。食べてみます。これが白焼き、白焼き。はい、白焼きです。おー、美味しい。これ美味しいね。なんかこういうものが欲しいね。ありがとうございます。なんか来た。おー、いいですね。じゃあいただきます。あー、美味しい。おー、うん、美味しい。何でしたっけ。マシソヨ。マシソヨ。あ、なんかやってもらっちゃって偉い先生みたいだね。マシソヨ、うん、これは、うわー、すごい。うわー、すごいですね。これすごい量ですね。日本だったらこのくらいじゃないかな。すごい。これあのフグの白子、韓国の初めて。うん、あ、美味しいですね。はい、いただきます。おー、あ、美味しそうだな。おいしい。おー、おいしい。マシソヨ。韓国は野菜がおいしい。日本の焼肉屋さん、韓国スタイルの焼肉屋さんは野菜がすごい少ない。韓国式のところでも。韓国式の、そう、焼肉屋さんはもう本当に少ない。野菜がもっといろいろあった方がいい ね。白菜とかこういういっぱいね、野菜があると美味しいと思う。これはすごいいいね。こっちではああいう鍋の最後にうどん入れたりとかするんですか。あ、するんだ。あ、それをやったらもう今日は何も食べれない。いやー、美味しかったです。食べ方初めてでしたね。ああいうちょっと日本と食べ方が違って、皮とかもすごく美味しかったし、スープもちょっとすごい辛いかと思ったけどそんなに辛くなかったです。すごい美味しかった。まあ、あとね、セリが美味しかったですね。何もかも美味しくて、ずっとここに腰を打ちつけたいという
夜まで痛かったですね。ハンジャンシジャン、ハンジャンシジャンに行ってました。あ、すごいね、もうお祭りみたいな匂いがするね。チヂミ、チヂミ、お刺身も食べれるんですか。へえ、不思議。うわ、すごい、トッポッキ辛いのかな。うん、こんなに辛くはない。おいしい。これは、これは麻薬キンパです。麻薬キンパ、はい、そんな名前つけていいのかっていう、不思議ですよね。これは、はい、からしのソース、からしのソース。あ、これはいけない。これはいけない。これ麻薬が入ってる。おいしい。わ、これがちょっと嬉しいかもしれない。おいしい。玉ねぎ。うん。あく。うん、おいしい。揚げちゃうんだね、油でね。なんか日本だと油を敷いた鉄板で焼く感じだけど、これ油のに、うん、この食べ方もいい。なんか一番食べて美味しかったものとかありますか。麻薬キンパ、麻薬キンパ美味しかったですね。つけて食べるのがまたすごい辛い、辛子醤油みたいな、あれがすごく美味しかったですね。あれでもう魅力的なものがいっぱいあって、もうすごいお腹がこのぐらいでかくないとダメ。ここかな。土壌の絵が描いてあるし、1932年から、結構古いってことかな。わ、すごい、なんか古そうだな。ああ、嬉しいね。なんかこれに合う飲み物は何ですか。いやいや、何ですか。マッコリ、いいですね。マッコリいいですね。はい、ああ、いいですね。すごい。ど、まあいいや、もう振っちゃったから。じゃあちょっと いただきますね。この器がいいよね。これいいよね。これなんかお酒飲む感じじゃない感じが、なんか給食のような。あ、美味しい。長寿って書いてあるよ。このマッコリのこの器の持ち方が分かんないんだけど、片手でいいの。あ、片手でいい。これ大丈夫、大丈夫。ものすごく行儀悪くない、大丈夫。うん、美味しい、美味しい。おー、土壌の唐揚げですよね。こっちでは何ていうものなんですか。唐揚げはチキンっていうんです、揚げ物。チキン、チキン、ティーキン、ティーキン、ティーキン、あ、難しい。ティーキン、おー、おいしい。唐揚げっていうよりフリットっていう感じ。確かになんか、そうですね。いいね、これいい。すごいやっぱちょっと味が違って、こっちの方が
衣が大きい、あ、厚くてちょっと唐揚げっていうよりフリットみたいな感じで、うん、おいしい。これ美味しかったな。なんでこの毎回写真撮るの？なんかするんですか？そうそうそう、あの大阪でなんかあの帰ってからその韓国行った時の話をすることになってて、どんなの食べたとか、あの韓国の観光協会みたいなのを、ブースで話す。わお、うわー、おー、え、まさかのラーメン的な麺、それとご飯と、これはちょっと思ってたのと違う。いっぱい、いっぱい入れんだよね。いっぱい、だってこんなにいっぱいあるんだもんね。いや、日本の土壌汁もこんな感じに、はい、いっぱい入れます。で、これを入れて、それから山椒も入れて、こんな、ちょっとととかけて、胡椒もかけていただいて、そしてちょっといただいてみますね。あ、ちょっと初めて。あ、これはうまいですね。汁は普通に美味しい。あ、辛い。結構辛いけど美味しい。そして問題の、あ、これですね。問題の土壌は土壌です。うん、美味しい、美味しい土壌です。うん、全然大丈夫。好き。日本のより泥臭くないですね。日本のやつのが泥臭い感じが、うん、わ、美味しい。これうまい、美味しい。この骨の感じもいい。うん、美味しいなこれ。辛くないですか？大丈夫です。辛いけど全然そんなにめちゃくちゃ辛いっていうわけじゃない。これはうまい、うまいものだね。うん、土壌の唐揚げは日本のやつの方が好きかもしれないけど、この汁はこっちの方が美味しいかもしれない。うん、冷房が効いてるとこだと夏もいいね。美味しそうな写真に撮っといてください。本当に美味しいから。いやー、本当に歴史を感じる店でしたね。味もすごく、なんていうか家庭的だけど、やっぱり歴史の重みを感じる味でしたね。すごく店の感じが良かったですね。あの、居心地もいいし、入り口からこう入って複雑に入っていく感じとかが、今の最近作られたお店じゃないなっていう感じがして、まあとにかく汁に深みがあって、あのご飯とも麺とも合いました。本当に美味しかったです。